あ、くそ。あ、はい、これ。よし、終わった。OK。これで1戦目が終了。まあ、一応、回復剤があるから、それで補おう。リーチが長い方がね、お得だと思う。一回ここで、やめてセーブしよう。まあ、うまくいった方だと思う、戦い的には。で、ここにね、回復剤があるね。よし、治療。よしよし。一回セーブして、二戦目に備える。よし。二戦目はこっちだ。すぐ左側。来るなら来い。リーチ勝負。あ、くそ。進め進め。もう近づくな、来い。終わったか。よし、よしよし。まあいいだろう。まあいいとしましょう。一回セーブして、あと2戦あります。よし、次はこっちか、こっち右に行こう。ここで石を使うかどうかってところは 18あるな。ここにも雲がいるんだよ。でも狭いからいいんだよね。狭いからまだいいんだよ。いました。音楽が止まってる。囲まれてはダメだ。囲まれてはダメだ。前方からの攻撃のみに集中しろ、ビルボ。1対1で正面から、正面から。あー、くそ。だがいい、だがいい。この攻撃はまだいい。あー、グオー、グオー。ワンナップした、ワンナップした。よかったよかった。倒してたら HP 上がったよ。よかったよかった。運がよかった。あと1戦残ってんだよ、あと1戦残ってんだよ。石使おうかな、どうしようかな。ちょっと戦い方をいろいろ変えてみるよ。2回セーブ。よし、こっちで最後のはず。雲最終戦。あー、ダメージあんま食らいたくねえな。解毒剤は失ってもいいんだけど、回復剤はちょっと嫌だな。さあ来るぞ。雲挟み撃ちにしていくんだよ。一回上がれ。よし、石を使おう。そこ溜まって、たがってる、たがってる、たがってる。いいポジション、いいポジション、いいポジション。そこにいろ、おとなしくしろ、おとなしくしろ。よし、2体同時、2体同時。いいぞ、ノーダメージで行きたいな。遠いんだよ、遠いんだよお前ら。遠いんだって。よし、ベクトルー、ノーダメージ。よかった。まあ石は消費したが、これはいい戦いだった。効率のいい戦いだったよ。2体同時に近くにいてくれたから、石で狙いやすかった、めっちゃくちゃ。よかったよかった。一回セーブして、次進もう。こいつだな。
炉を使う前に台車を動かせるようにしておくれ。水の部屋に行くとグロインがやり方を教えてくれるはずですぞ。火を起こさなくては。人台車の準備ができたら炉を使うことができますぞ。人台車、ちょっと待っとけよ。ついでに12と14だから回収もしよう。水の部屋だな。もう雲は嫌だな。石がこんなに役に立つとは思わんかった。マッチ、どこだったっけ。ここは違ったようだ。俺はいくつか取ってあるはず。その中に解毒剤か回復剤が入ってるんだよね。俺が貯金しといた、こういう時のために貯金しといたものがあるんだ。どっちを取っても大丈夫。解毒剤だったような気がする。石か。よかった。よかった、石取っといて。蜘蛛戦に役に立つからな。こんなに石ころが役に立つとは思わなかったよ。あれ、俺取っておいたと思ったんだけどな。ここか。ここに壺がありますね。よし、解毒剤。よし。よし。貯金しといてよかった。あとはないな、多分。あとはね、いろいろ行かないとないはず。あと解毒剤、宝箱か。どこだったっけ？こっちだったっけ？解毒剤が入ってんだよ、宝箱の中に。最後の宝箱に回復剤でもいいや。どっち取っても大丈夫だ。ここ気をつけろ。ダメージ食らうわけにはいかん。ここではないな。まあとりあえずこいつに話を聞け。この水路は各部屋に水を送っておる。え、表から出てる奴は山の他の部屋の動力を動かしておる。横から出てる奴は、さあ一体何をするんでしょうな。あのスイッチで水の方向を調節してください。全ての水路を同時に動かすのはなかなか難しいですぞ。間違ったか。ここ貯金してたっけ。貯金はしてないか。こっちじゃないようだ。隣の部屋だったから。ややこしいな。ややこしいぞ。こっちから来たんだっけ俺は。ということは左側か。やり方を教えてくれるやつがどっかにいるはず。どこだったっけ。隣の部屋って言ったっけ。水の場所って言ったっけ。水の場所今言ったけどダメだった。うわ、左側こっちか。ちょっと待ってよ。こっちって言った？どっちって言った？違うよ。こっち違う。反対側か。反対側はちょうど宝箱があって解毒剤があるんだよ。だからそこでちょうど回収できる。ではない。まあいいや、話聞いて。